こんにちはモータータボー,ーーボートレース児島 G2 モーターボート大賞児島のまくりキングにね行ってきました帰ってきました今回はね4日目に転覆失格ということでねちょっと負傷危をということになっておりますえっ、ー、と今回ボートレース児島は展示コンディションデータというのとね加速データという新しいデータをねなんか作っているみたいでねちょっと一緒に見てみたいと思いますどうぞ家に帰ってボートレース児島の 公式 YouTube チャンネル「アクションライブマクリーキング」予想会のアーカイブをね見ながらちょっと反省をしておりましたら展示コンディションデータとかね加速データって何か新しいデータがね公開されていたんでね今日はねその話をしたいと思います。イイイイタタタタムムムム直線タイム展示タイムっていうこのオリジナルタイムはね皆さんよく見たこともあると思うんですけど画面の加速データは旋回後期をね7箇所に分けてそこにね特化したデータを出しているようですね。 オリジナル展示データとね重ねてみるとね3号艇の黒柳くんは展示タイムも良くて加速度もね6番7番がいいってことはそこからねぐいぐい伸びていくんだろうなとかね6号艇のね藤原葵くんなんか3番4番5番の加速度がねいい数値が出てるんであの辺で V リーさせてぐいっとね前行ってるんだろうなっていうねなんかそんなことがね想像できますよねそして展示コンンデディションデータですね。 展示タイムから選手の調子を割り出し、その調子別に過去の成績を見て船券購入に役立てるというデータらしいです。このデータは、まあ、あまり、ね、難しく考えずに、バーが真ん中より上か下かっていうのを、ねまあ、感じをまあ見るだけでもまあ参考になるかなと思いますけどね。MC の、ね、松村香里さんとかマリブ鈴木さんも、ね、言ってましたけど、上平選手はこれはやばいですねってね言ってましたけどね。一号艇も、ね、悪い数字ではなかったですけど、松村さんと、ね、マリブさんが注目してたのは三号艇、二号艇でしたね。 この1レースはですね結局3番がまくって4番が差しての2番が残す342で入りましたねデータの評価の低かったウィギュラシンディ選手は1マークで転覆ということでなか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 信憑性の高いデータじゃないでしょうかこれはね今回小島はなかなかのね注目モーターを引くことができてねちょっと期待してたんですけどちょっとね しっかり調整できず思ったようなねレースができませんでしたね。最後転覆して途中起権ということでねまあちょっとご迷惑をかけしましたね本当ね。転覆した時にねちょっと頭にちょっとガツンと来たんでどうかなと思いながらま整備してたんですけどね。まあ肩の方もちょっと感じ良くなかったんでまあ、後半欠場してね帰らせていただきました。後半ね一号艇だったんでね、うん、ちょっとね悩んだんですけどねやっぱり安、うん、全じゃないところでね。 行くのもねちょっとどうかなと思ってまあビビったんですけどね次頑張ります明日は、ね、いよいよ優勝戦ということで現地コンディションデータとね加速データを見て誰が優勝するか予想してみては、ね、いかがでしょうか次節は7月の19日よりボートレース住之江を走りますえー、っとねまだまだ暑い日が続きますがねしっかりとね走っていきたいと思いますそれでは さあそして小島は昨年12月に優勝相性は良好名人の技を瀬戸内で発揮します上平慎二ひげと笑顔が素敵でしょう広島県出身上平慎二50歳ですレースに集中して頑張りますまくりも素敵です頑張ってください